こんばんは、6時のニュースをお伝えします。川崎市で4日、24歳の女性がとんだミスをしてしまいました。この日、女性は以前カフェで飲んだほうじ茶の豆乳割りが美味しかったため、自宅で試そうとした模様。スーパーで買った豆乳を鍋に入れ、蓋をした状態で15分ほど温め、そろそろ頃合いかと思い、女性が蓋を開け中身を見てみると、そこには湯葉が出来上がっていました。どうやら女性は豆乳を温めると湯葉ができるということを全く知らなかったとのこと。その後、女性はポン酢で美味しく湯葉をいただいたとのことです。続いてのニュースです。フィンランドで10日、前代未聞の事件が起きました。フィンランドのタンペレでロボットが暴走していると警察に通報があった模様。通報を受けた警察が現場に駆けつけると、白いロボットが街中を走り回っていたため、すぐさま警察がロボットを追いかけ、3人がかりで取り押さえ、その場で現行犯逮捕しました。警察の調べによりますと、内蔵されていたチップが故障していたことにより、ロボットは暴走していたとのこと。なお、取り押さえられた際、ロボットはコングラチュレーションと語っていたとのことです。ロボットがもう逃げる時代なんですね。すごい、すごい時代に突入しましたね。以上、ニュースをお伝えしました。